高い。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。お辛かったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもある。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。
エンダーさん。なかなかの腕だ。なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。罪があるというのだ。
切り殺せ。縄をほどいてください。蒙古の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は蒙古を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日志村やわしの教えではないな。蒙古は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。菰田を知らぬゆえ。見ずとも分かるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。でもいいから。優しい男だったのに、どうして。重則様の紫電一閃をご存知ですか。その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は
小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。坂井、巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の端を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。
長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。あなたの意志とは思えませぬ。おなごと恋仲になり追い出されたと叔父上から聞きましたゆえ。お主のおじ君は大層愉快なお人だ。違うのですか。すべてわしが決めたこと。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などなし。ぶしつけですが、随分とお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます？戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。罪なき民を殺したという者もいれば、天狗に呪いをかけられたからだという者も。侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ。まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。懐かしいな。よろしければ一度お試しください。
その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。叔父上を助けたら好物を用意せねばな。甘く煮た野菜とたっぷりの白飯だ。もうこの望みをすべて奪い降伏させたいぞ。なんという変わりよう。これで大軍にも打ち勝てましょう。蒙古軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。ご養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。
そろそろだ。用心しろ。Bitter mich Herzen, wo zu tasta? Luch, was zum Buschu? You wait. What's some bad good there? Negium Jacinta, eh? Can't wait, huh? Е, ну хоть че! Винки в самарак, хоть но! Я в чиджу му самарай! Сад хав мульта гарит! Дамар не гем харву! Эн харах та культвэ! Я в чоч, кэх те мушком чте! Дара мултар, чадакуэ!
罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。己の出自を疎んじておったということか。優しさは強みです、武士にとっても。巴はいかにして弟子に。追い返そうとは。鍛えていたのでしょう。天賦の才か。
っ